Welcome to Big Dead Channel。 今日はなんとボディカフェで山岸秀忠誕生日セール、なんと来週誕生日ということで、それを記念してセールをやらせてもらってます。最大 50% 割引ということで最大半額、ね、一体どんな商品が半額になってるのか、それを紹介していきたいと。ということで、まずは半額商品、スーパーヒューマンエクストリームプリワークアウト、すごい名前、スーパーヒューマンエクストリームプリ、これライオンズニュートリションという動画が出てるもので、なんとカフェイン、まあカフェインね、普通ブラックコーヒー飲むと、まあ、200mg 弱、それがなんと 425mg ワンスクープで、当然そのハイスティームと言われるプリワークアウトで、まあ、プリワークアウトの中でも、まあ、プリワークアウトはまず何かというと、トレーニングを前に飲んで、まあ、15分前ぐらいかな、飲んでトレーニングを要するに元気よくエネルギーを出して行おうというもので、まあ、近年って言ったら変だけど、ここそうだな、10年もしない5年ぐらいで、まあ、主流になってきたと。トレーニングを前にとにかくエネルギー、そして集中力、そしてパンプアップということで、あとスタミナ、持久力ということでね、まあ、それもエネルギーになるか、トレーニングの前に飲むプリワークアウト、そのスーパーヒューマンエクストリーム、その中でもさっき言ったようにハイスティームというね、カフェイン、特にカフェインの量が多く入ってる。とにかくカフェインって飲むと、まあ、コーヒー飲んで目が覚めると、それで元気が出るという効果が明らかなので、それをまず入れていると。そしてなんと 300mg のアルピニンガランガエキスというのが入ってるんで、これはどっち、その集中力を増す、そのエネルギーというよりはそのフォーカスで、プリワークアウトを飲んだ時にみんなが経験するのは、そのエネルギーという一緒にこうなんていうの、ゾーンに入るというかな、こうギューッと集中できる、そのような体験をするという人が多いんだけども、まあそれを起こしてくれるというか、それをやってくれるのがこのプリワークアウト、その中でも今回スーパーヒューマンエクストリームプリ、これ半額になってます。そしてもう一つ、これは違うブランドのインヒューマンっていうね、これもすごい名前だけども、これはなんとこれもハイスティム、超ハイスティム、カフェイン 500mg、 ブラックコーヒー 2.5 杯分ぐらい、約ね、のカフェインが入ってるということで、まあ、プリワークアウトいろいろ試したけど、もっと強いのないかなという、プリワーカー、まあ、ハイスティムマニアのためのプリワーカーとインヒューマン、こちらも半額。そしてちょっと違う、違う種類のプリワーカーとして、エッジオブインサニティ、これはサイコファームっていうブランドなんだけど、これはね、カフェインはやや抑え気味、350mg なんだけど、なんと 9mg の余品日。余品日って何かというと、余品日飲んだことある人分かると思うんで、体が熱くなる感じもあるし、これは精力剤としても使われるように、血行促進、まあ、パンプアップ、そして体脂肪燃焼にもいいと、特に、臀部とかね、お尻とか、あと下背部、背中の下についてる体脂肪を燃やすのにいいとされる栄養素、余品日ね、これも 9mg、 なんと 9mg 結構多いよ、これ入ってる。そして8mg のシトルリン、これパンプだね。とにかくその余品日とシトルリン、そしてカフェインのトリプルパンチでトレーニングの強度を上げてやろうと。このエッジオブインサニティ、サイコファーマ、こちらも半額になってます。そして、なんとイボジェン。日本でも人気。そしてイボジェンといえばオリンピア最多優勝コーチ、ハニーランボと。前オリンピア、前回のオリンピアで優勝したデレク・ランスワーズ、そしてランナーアップ2位のハディ・チューパン、この2人はなんとなんと、このハニー・ランボットコーチの指導のもと、オリンピアワンツーフィニッシュ、そしてクラシックフィジークのみんなもご存知クリス・バムステッドも、このハニー・ランボットの指導。そしてハニーはね、フィギュアのチャンピオンのシドニー、彼女も指導しているということで、なんとこの間オリンピアワンツー3冠、すごいよね。だから歴代のコーチの中ではクリスアーセルとかミロスとかジョージ・フェラーとかいっぱいいるけれども、圧倒的な勝率、ハニー・ランボット、そのハニー・ランボットが、監修してる、
開発したサプリメント、イボジェン、ね、日本でも前にやってたら分かんないけど、それよく知ってる人は使ってると思うけども、その製品なんと 30% オフさせていただいてます。まあ、EVP エクストリーム NO、ね、EVP って何度かモデルチェンジしてきて、イボジェンのナンバーワン代表的なプリワークアウト、これもね、プリワークアウトで、どっちかというとハイスティムではないんだけれども、エネルギー、フォーカス、パンプ、そして筋ボリュームを上げるということをよく歯に言ってるのは 3D っていう感じでね、筋肉のボリュームをとにかく血流を多くして筋肉を 3D のような立体的な形に作り上げるというのは、まあ、前オリンピアのフィル・ヒースも歯にの、クライアントだけれども、彼の体のようなイメージかな、 3D っていうのはバスキュラリティ、血管ね、そういったところを、まあ、出すような、そしてプリワークアウトとしては特徴的なのはアルギニン、硝酸塩、これ NO っていうの、とにかくパンプ、血管拡張、そしてストロリンね、そしてこれも予品日入ってるね、そしてカフカベンはそれほど入ってない、容量はちょっとこう、まあ、200mg ということで、まあブラックコーヒー1杯ぐらいのカフェイン入ってます。 EVP エクストリーム NO、 こちらも 30%。 そして同じイボジェンのプリワークアウトなんだけれども、まあ、こういった刺激物はいらないと。例えば夜遅くトレーニングしている人とかは刺激物飲むと寝れなくなるので、まあ、そういう人には EVP3D、 3D ってまた言ってたけれども、要するに体を立体的にする、バスキュラリティ、血管拡張、ね、血行を良くする、そしてフォーカス、でパンプということでね、カフェインなどの刺激物は一切入ってない EVP3B も、 EVP3B も 3D、 こちらも30% 割引で、ハニーランボとでやっぱこのパンプというのをすごい重視してるんだろうね。で EVPAQ、 AQ でアクアってね、これは液体の、まあ、液体をこう飲む、こうコップにギュッて入れて飲むんだけども、コップでキャップか飲むんだけど、これはトレーニング前にのこれもパンプアップするので、よく EVP とこの EVP アクアを、まあ、EVP エクストリームとかね入れて、そこにアクアを混ぜて一緒に飲んでるという、そのさらに血流を良くしてパンプアップをさせるということで、これは液体グリセロール、グリセロールってちょっと、まあ、オールドスクールなサプリメントの一つで、まあ、昔からあるんだけれども、これを要するに液体で飲む方がやっぱ効果あるんだって。なのでハニーは未だにこのグリセロールを推奨しているということで、 EVPAQ、 これもちろん単体で取ってもいいけれども、さっき言った EVP エクストリームとか刺激物ない EVP3D とかと一緒に飲むと、さらにプリワーカーとしての効果を回すということで EVPAQ ね。そしてなんとグライコジェクト、これはイボジェンの、これは OG 商品で、これ昔からあるんだけれども、クラスターデキストリンといって、ギャスパリで言うとグライコフューズねの同じ製品で、グライコジェクトと、このカーボン、カーボンもやっぱり体を大きくしたい人は、俺がいつも推奨しているようにトレーニング前にプリワーカートと一緒に、これをだからさっき言った EVP、 例えばエクストリーム、そして EVPAQ、 そしてグライコジェクト混ぜてね飲むなんていうのも、これ完璧なイボジェンのプリワーカートになるよね。これも 30% オフということで、イボジェンもやっております。そしてもう一つ大きなブランドとしてはミュータント、ミュータントは、まずはギアっていうね、これ GEAAR、この EEAA なんだよね、これね。意外とこれミュータント知らない人、日本ではまだ知られてないのかもしれないけど、カナダのブランドだけどね、アメリカでは、相当というか人気のあるブランドで、このギアはその中で EAA を出して、日本でも家飲んでる人いると思うけど、今回ミュータントこのギア、美味しい、これとにかく飲みやすくて、全ての、9種類のその EA 必須アミノ酸をちゃんと表示してある、ちゃんと表示してあるって変だけども、意外とこれ EAA と全体的にまとめて書いて表示をしていないというか、各アミノ酸の量が書いてないものが結構あると、 EAA といっても、だからまあ EAA でもその種類の中で、例えば家の中の何かを極端に多くしたりすると、要するにそれだけで家何グラムとか言えちゃうわけじゃない。なので本来であれば家のそれぞれのどれぐらい入ってるのかと、何のアミノ酸がどれぐらい入ってるのかというのを、まあ消費者としてはこれ知りたいわけだよね。なのでその点ギアは、これは今こう見るとちゃんと、例えばルイシンが 4000mg、 まあ4グラムね、そしてバリンが 1500mg とか、
愛する人、これ BCA になるか1500、まあ、累進というのはいつも言っている通りこの筋肉を発達するスイッチになると、成長を促すスイッチ、これが 4g 入ってますと、ね、そして、セレオネリジンとかね、こういうのも全部 820mg、 アルギニンは 300mg、 フェニアラニンは 300mg だと、全部これ何 mg というのは書いてあるということで、まあ信頼のおけるブランドの一つね、ミュータント、このギア EAA も 30%、 そして同じミュータントではフレックスフードといって、これはミールリプレイスメントなので、プロテインももちろん入ってるんだよ、炭水化物、そして、ビタミンミネラルのバランスよく、これをまあ間食として取れますよと。すごい美味しいのこれ、チョコとバニラなんだけど、このフレックスフードというのも 30% オフ、ね、それからマッドネス、これはプリワーカウト、そしてクレアコング、クレアチンもね、ニューダントから出ております。これ全部 30% オフということで。そしてもう一つアメリカの人気ブランド、レッドコーン1、これからは、レッドコーンから MREそして MRE ライトということで、 MRE ってね、何かというと、これはあの軍隊が使うあのミール、軍隊が持つ食事の名前なんだって。なのでレッドコーンの商品って、あの製品ってそういう軍隊のなんか用語みたいな使われてるんだけど、その中でこれはミールということで、ミールリプレイスメントなんだけれども、そして MRE ライトは、これは、MRE ライトと書いてあるから、何がライトなのかというと、炭水化物が少ないタイプなので、どっちかというとプロテインを重視している。なので MRE は、ミールリプレイスメント、 MRE ライトは、プロテインという形で、何がこれ特徴かというと、ホエイプロテインを使ってないんだよね。だからホエイプロテイン、乳製品がダメな人でも飲めるプロテイン、だから乳製品、ホエイってまあアイソレートでもまあ乳製品ではあるので、やっぱり乳製品がダメっていう人もいるわけじゃないっていう人は、この MRE 飲めばいい。で、どういったタンパク質が入ってるかというと、鶏肉とかね、牛肉、卵とかサーモンから取ったプロテインを入れてるということで、あのホエイは一切入ってない。なのでその乳製品が取れないだけど、ミルプレイスメントがプロテイン飲みたいという人は MRE とか、ね、MRE ライトおすすめです。これも 30%。そしてニュートラバイオ、まあ基本的な栄養素、ベーシックな栄養素であるビタミン D とかね、 B、 ビタミン B、 それとかジンクとかね、亜鉛、オメガ3、フィッシュオイル、ナック、NAC、 ビタミン C、 コエンザイム Q10 とか、アルファリポイックアシドとかね、こういった、微量栄養素じゃないけども、ボディビルダー我々に必要な、栄養素、基本的な栄養素を全部あります。これも 30% オフということで、買いだめに最適、ね、いっぱい買ってください。そして、みんなご存知、プロジェクト AD も 30% シュレダブル、これはね、なんと50カプセル入りなので、まあ1カプセルずつカーディオとかトレーニング前に使っても50日持つというお得版で、これかなり強力です。ファットバーの中でもこれ強力な、部類に入るので、まあ、初めての人はもちろん1カプセルから飲んでほしい。それでプロジェクト AD からもプリワークアウトで、俺これ何回かビデオで紹介したスタンビードっていうこのプリワークアウトね、意外とこれ強力な類のプリワークアウトだったけど、俺は普通に飲んでて美味しかったし、あんまり強力って感じはしなかったんで、これ慣れてるからかもしれないけどね。なのでこれ初心者でも飲めるプリワークアウトだと思ったね。でパンプとか集中力ももちろん上がるし、あとねプリワークアウト強力だと結構この強すぎちゃうって人もいるんだけど、俺はそれ感じなかったので、意外と初心者の人にも向いてるプリワークアウト。そしてなんとマスチェイサーっていうプロジェクト AD のこれウェイトゲイナーなんで、ウェイトゲイナーって今あんまり流行らないスタイルだけども、まあ、炭水化物をいっぱい食べてこう大きくするっていうのはもちろん俺は勧めてるんだけども、ウェイトゲイナーっていうよりはカーボグライコフューズがカーボドリンクを取ってトレーニング前中後に取るのがいいんじゃないかと思うんだけれども、これはどっちかというと、もうとにかくもう新陳代謝が早くて体重がなかなか増えないっていう人のミールリプレイスメントだね。要するに間食としてこのマッシェイサーを取ると、でウェイトゲイナーってこれ昔のウェイトゲイナー思い出した人もいるかもしれないんだけど、こうとにかくスプーンがでかくて、とにかくこう飲むのが 大量になっちゃうというね、そういう、まあ、心配というかそういう製品だったんだけど、このマッシェイサーは
プーンも普通のスプーンなので、そのスプーンの中で、まあ、ハイ栄養、ハイカロリーを取れるということで、まあ、体重がとにかく体でかくしたい人はこのマスチェイサーをおすすめ。これは全部 30%。 そして今日本でもようやくというかアメリカでも大人気のバックトアップというブランド、以前オリンピアの回で、まあ、YouTube で紹介したけれども、こちらなんと、バックトアッププリワーカウント、そしてウォーク AF、 そしてスティムフリーフルボアとね、バックトアップのこの4製品が 30% オフになってます。でバックトアップの特徴として、要するにプリワーカウントは強力というか、まあ、強いんだけれども 50% オフで紹介した本当にクレイジーな強さではないので、まあ、初心スタンビードみたいな初心者でも飲める、とにかく美味しい、ね、集中力、そしてパンプ、美味しく飲めるプリワーカウト。ウォーク AF はプリワーカウトよりも強力になっております。こちらも飲みやすい。そしてスティムフリーは名前の通りカフェインなどの刺激物がないバージョン、パンプと集中力。そしてフルボアーというのは、これはパンプだけに特に集中した製品で、というかパンプアップさせたい、さっきにイボジェみたいな感じでね。でなんとハイテックから一つ、30%、これトンガットアリとね、トンガットアリってアリじゃないんだけれども、これは植物の中でもテストステロンを上げると、男性ホルモンの分泌を促進させるということで、昔から、そしてどんなテストステロンブーストにも必ず入っている栄養素で、これが 400mg 取れるということで、ナチュラルテストステロンブースターの元祖であり、未だにどんなテストステロンブースターにも使われているこのトンガットアリ、ハイテクのねピュアなトンガットアリ、これが 400mg が 30% オフ、ね、でさっきイボジェのところで言い忘れました。なんとなんとイボジェンのプロテイン、アイソジェクト、これ数あるプロテインの中で一番美味しい、飲みやすいホエイプロテインアイソレートの一つだと思うんだけども、その中でも今、まあ、ストロベリーしか今ないんだけども、ストロベリー、こちらが 30% オフと、なかなかプロテインで安くならないので 30% オフで、これぜひ試してみてください。こんな感じで、まあその他にも、50%、30% の商品ラインナップしてますので、ボディカフェ .com 今すぐ行って、6月30日まで、俺の誕生日まで、まあ、俺の誕生日だからおめでとうということで、今まで使ったことなかった人でもボディカフェ使ってみてください。それでは次回の YouTube でお会いしましょう。